ウェス・モンゴメリーは、アメリカ合衆国のジャズギタリスト。オクターブ奏法で一世を風靡した。ウェス・モンゴメリーは1923年3月6日、インディアナ州インディアナポリスに生まれる。彼の、ウェスというあだ名は、彼のミドルネームであるレスリーを短縮したものと言われている。彼の生まれた一家は、音楽一家で、彼の兄弟であるモンクは、ウッドベース、エレクトリックベースの演奏家。 バディは、ビブラフォン、ピアノの演奏家である。彼らは、ザ・モンゴメリー・ブラザーズとして、数枚のアルバムを共に制作している。ウェス・モンゴメリーが、ギターの練習を始めたのは、彼が20歳の時で、その演奏技術は、彼自身の耳を介した独学で、チャーリー・クリスチャンの演奏を研究することで、磨き上げられた。 1948年の7月から1950年の1月まで、ライオネル・ハンプトンの楽団に参加するも、その後、故郷のインディアナポリスに戻り、1950年代は、昼は仕事を持ち、夜にライブハウスで演奏する生活を続ける。また、この頃に、兄弟の文句と、バディと共にパシフィックジャズレーベルでレコーディングを行っている。1959年にリバーサイドレコードと、 契約1960年に発表したアルバムザ・インクレディブル・ジャズ・ギター・オブ・ェイス・モンゴメリーの成功により彼の名がジャズ界に知れ渡るようになった。その後もビバップのスタイルでフルハウスなどの作品をリリースしていたが1967年にア・デイ・イン・ザ・ライフでイージー・リスニング路線に転向セールス面でも成功する。1968年6月15日に死去。 死因は心臓発作とされている。親指一本でピッキングを行うのが最大の特徴。チャーリー・クリスチャンによって初めてエレキギターでの単音弾きのソロがジャズに持ち込まれたわけだが、ベースはそのスタイルを大幅に進化、成熟させてジャズギターの礎を築き上げた。それまでアクセント的に使われるだけだったオクターブ奏法を引用し、 ジャズギターの代名詞にまで引き上げ、シングルノートはもちろんのこと、ダイナミックなコード奏法を織り交ぜたスタイルは、現在までのジャズギターシーンに決定的な影響を与えている。ウェスの代名詞とも言えるオクターブ奏法では、1オクターブユニゾンでメロディーやソロを弾く。ソロ演奏時の大まかな流れとして、シングルトーンソロからオクターブ奏法によるソロ、そしてコードソロの順に演奏し、 ソロをダイナミックに盛り上げていくスタイルはウェスの特徴ともいえ、残された録音の多くがそのスタイルで演奏されている。ウェスによるオクターブ奏法はギターの1と3弦、2と4弦、3と5弦、4と6弦のオクターブを使い、それ以外のオクターブ運指は使われない。また、1と3弦、2と4弦は人差し指と小指。 それ以外は人差し指と薬指で弾かれている。ウェスの運指はオクターブ奏法やコード演奏時以外左手小指が使われていないことが特徴的である。また、ウェスの演奏は親指の身によるピッキングのためでもあるがスライド、ハンマリングやプリングが多用されている。これらの運指はウェス独特のスイング感につながる大きな要素である。彼のソロで シングルノートラインは、オクターブ奏法ほど S の特徴として語られないが、ウェス以降のジャズギタリストたちはほぼ全てと言って良いほど、ウェスの影響下にあり、それそのものが、ジャズギターとしてのアイデンティティを確立したためである。ウェスの使用していた、ギブソンのギター、l 5 CS には一弦側のカッタウェイ部分に、ハート型のインレイが施されていたのが、特徴的で、彼の晩年までの愛機となった。 近年、ウェス・モンゴメリーモデルとして、本人が使用していたギターを精密に再現したギターが、ティブソン・カスタム・ショップによって、限定発売された。言語での発音について、モンゴメリーは、普通の起源の名で T はもともと発音されない。ただ英語では T を発音する人もいる。 abcdehttp コロンスラッシュスラッシュ www.almusic.com スラッシュアーティストスラッシュ monk-mn-0004957712abcdhttp コロンスラッシュスラッシュ www.wesmontgomery.com スラッシュアバウトスラッシュありがとうございます